Hello there, 始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、早稲田大学政治経済学部の英語の問題の公表をしていきたいと思いますね。いや、2020年はとっても良かったんじゃないでしょうか。きちんと英語力がある人が解ける問題になってますね。IELTS とか TOEFL とか受けてリーディングがすごい高い点が出るっていう人だったら全問正解することができるっていう感じの問題ですね。いわゆる早稲田っていうのははぁっていう問題があるわけですよ。そんなん誰がわかるんだ、解けるわけねえだろみたいなのがいっぱい出てくるわけなんですが、政経にはそういった問題がなかったですね。まああったとしても1問かな。普通に英語力がきちんと総計レベルに達している人であれば解くことができるってわけです。私ね、いろんな問題解いてきた中で最もちゃんとしてるっていう印象を受けましたね。はい、では見ていきたいと思いますね。まず最初の問題っていうのが、はい、これは出るって言ったトピックですね。必ずこの不平等とかね、公平性、格差っていうのはもう毎年必ず出てくるからって言ったやつですね。話のつかみっていうのが面白かった。猿たちですらね、公平性っていうのを、ね、感じるんだよっていうやつね。で、1番は非常に簡単、言い換えがきちんとつかめていれば余裕で解ける。そして2番がいわゆるこの文正序ってやつね、きちんと文正序できましたか。 A の方にも However もヒントになるでしょ、 Some もヒントになるし、 They もヒントになるからね、楽だったと思いますね。 B には These two scenarios っていう風に2つのシナリオって書いてあるでしょ。 C を見ていくと、その First class が At the front って書いてあるから、あ、ここが front で、 A には middle って書いてあったから、あ、ここがつながる。そしてシナリオですね、この2つのシナリオなんだっていうのが分かるわけでしょ。そう、そりゃそうだよ。ファーストクラスが真ん中にあったらイラッとするよ、そりゃ。エコノミークラスに乗るときに、まあ、ビジネスのとこ通ってかなきゃいけない飛行機とかもあるじゃないですか。やっぱあの時いいなって思うよね。フェアじゃないよねっていうふうに思うよね。はい、3番もね、きちんと該当箇所を見つけることができる問題だから、非常に簡単です。このね、Challenges a common perception とかっていうところにさ、きちんとヒントがあるよね。いい問題だなと思いましたね。B に入れるのね、完全に逆のことが書いてあるから簡単。そして、並べ替え問題ですね。than 使うときにはね、比較級とか rather とか other が必要だよっていうのがあるから、きちんとそれをやることと、the way it is っていうね、この形、ぜひ出せてほしかったね。そこまで難しくないですよ。で、次がね、the writer concludes って書いてあるから、もう最後のところに来るっていうのもわかるので、はい、なんで答えは順番通りに出てくる。いちいちめんどくさい内容一致もない。まっすぐ読んでいって、該当箇所が分かって、言い換えだったり、並べ替えができれば解けるっていう問題でした。だからすごく早く終わった。測っときゃよかったね、時間ね。e-waste ね、はい、来ましたね。こいつが来たかって思った。プラスティックウェイストが流行りになるんじゃないかなと思ってましたけど、e-waste ね、こいつも抑えておいた方がいい。そうなんですよ。これかなり社会問題に一応なってるので、環境問題の中の大きいものなんですよ。コンピューターとかスマホとかさ、そういったもののゴミ。あのオリンピックのメダルっていうのがそのレアメタル使ってるっていうのも、これ通訳学校で通訳の課題だったんですよ。これ一番はまあ簡単ですね、文脈で解ける。で、次が並べ替え問題。ほら出たでしょ、ワース名詞っていうのはめちゃくちゃ問われるからきちんと押さえとかなきゃいけないと、ね、で、難関大の前までは be worse ing の目的語かけるが出てくるけど、総計に行くとワース名詞が重要だって言ったやつです、ね、だから be worthy of 名詞、 be worse 名詞っていう風にね、板書 worse が出てくるたびに板書しましたね。そうなんです、 worse は問われるからなんですよ。で、はい、 C に入るやつの並べ替え問題ですね。A には but があって in January っていうね、これね、時間もヒントになるやつだよね。だから C はさ、ほら until last year っていう風に書いてあるじゃん。で、 C にほら China っていうのがいて、 A には Beijing っていう風にねなってるわけでしょ。 e-waste をこう中国が扱ってたのが、それが禁止されたっていうので、CA のつながりがすぐに分かるんですよ。で、B 見ると Even before it came into full effect って書いてあるから、で、何かしらのルールが来てなきゃいけないので、 come into effect が来てるから、だからこの it が指すっていうのが、あ、ベイジンが禁止したことだっていうのが分かるので、だこれはとても簡単です。時間、論理の流れ、そして代名詞、指示詞が分かっていればスッと答えが出る問題。あ、まあちょっと悩んだ人はいるかもしれないけれども、まあきちんとね、該当箇所が見つかれば解けるでしょう。まあ、あとは消去法でやってもね、ABCD 切ることは可能だよね。6番。どちらの面にしても、プラスのこと、e-waste recycling も、an appealing strategy もいいことを言ってるから、いいことをする方に行くものが、D しかないから、だからこれだけですぐに答えが出る。さあ、以降7番は、まあ、最終段落にね、該当箇所あるし、はい、で、これもね、言ったやつ。
ですよね。他関係を表すものっていうのはヒントになることがあるんだよって言ってね。だから本文中で stimulates、 ちょうどこれさっき学校の授業で教えてましたけど、私 stimulates のところが7番では encourage に言い換えられてますよね。そう、この因果関係を表す表現というのは本当によく出てくるわけですよ。だから必ず出てくるたびに押さえといた方がいいですよ。続いて第3問ですね。戦場カメラマンのじゃなくて、従軍記者のことですね。なんかね、考えさせられるトピックでしたね。と 1A に入れるものは、まあ、despite で、来てるものの逆にすればいいから、ちゃんと逆説を選んで、答えが出せるから簡単ですね。で、2番目も、ちゃんと該当箇所がはっきりありますね。was aware って書いてありますけど、he knew っていう風に本文には出てるしね。わかりやすかったかなと思いますけど、まあ、悩む人はでもいるかなって感じ。3番は当然マイナスの意味になるものを選ばなきゃいけないから、B と D は切れる。で、文脈から、きちんと C を選ぶことが大事。で、並べ替え問題ですね。はい。強調の do ですね。これもちょうど教えてきたところだな。はい。make a difference のやつで、do make a difference ね。で、make in ing ね。で、そこで exporting を選べば、すぐに答えが出るですね。ただ、並べ替え問題、今年は一切悩まなかったですね。年によってはすごい難しかったりすることもあるんですよ。文脈をきちんと使わないと解けないとかっていうのもあるんですけど、これは楽に解けたんじゃないかなと思いますね。で、また文政上ですね。ビリー・ラッソーっていう名前が2つ出てきてるっていうのがね、普通ね、ビリー・ラッソーって片っぽだけあって、別のやつはビリーとか、ラッソーだけになってるとかっていうので、それですぐに答えが出るんですけど、今回 A も B も両方いるんだよ。ただ、as the troops called him っていうのがついてるから、A の方が初登場だっていうのがわかるわけですよ。B は絶対 A よりも後ろに来なきゃいけない。C には This war reporting って書いてあるから、war reporting が直前になきゃいけないでしょ。だから AC っていう風につながるわけですよ。さらに、ビリー・ラッソーがこういうのを持っていったよっていうのが空欄の後に、I did so っていう風に書いてますね。そう。D の空所の後の表現と B がぴったりつながるっていうのが分かるので、だから ACB だっていうのができるんですよ。で、6番はまあ文脈ですぐに分かる。で、7番ももう最後のところ見れば分かるので、そんなに難しくはないですね。で、会話、新しいアパートはっていう、そう、こいつだよね。ちゃんと読めてますか？これちゃんと読めてないと、そう、さっき言った1問を除いてみんないい問題だって言ったのはここなんですよ。1問だけちゃんと考えないと、答えが出せないのがありますよね。最初の並べ替え問題、まあこれは文脈も使えるし、もう文法でかかっても、答えは出せますよね。 It took me forever とかってよく使うし、で、 To get things done とか、 To get things 今回は arranged ですけど、よく使う表現ですね。ここを find にしちゃダメですよ。 Find things arranged だったら意味わかんないですから、ちゃんと get の古文形で元がアレンジされるのにめっちゃ時間かかったよっていう風に思えば OK です。この後にね、 It costs more than double っていうヒントも出てるので楽です。で、次も、まあ、狙われることのあるやつですね。seem to be は大丈夫でしょ。the friendliest of なんとかっていう形ですね。この最上級があって、で、of なんとかっていう形。the friendliest people っていう風に、しちゃいたいんですけど、こういう風にね、of 入れることできますので、問題解いてれば、この形はちょこちょこ出てきます。A3 番は、must have been furious っていうね、furious を知ってるかどうかですけど、まあ、早慶だったら知っててほしい、ね。めちゃめちゃ怒ることですね。angry。Fast and Furious あの映画の話を、ねしたと思います。授業では三人行バンバンバンってきたから怒ったっしょって言ってるわけですね。モーニングですね。まあうめくとかコンプレインのとこですよね。で、これ最後なんですよ。わかんないでしょこれ。三時にボン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 ってきたからそれ怒ったでしょって言った後に Not really ですね。そんなことないよ。Luckily I was still up playing my drums ね。あ、そう、ドラムってね、フェースつくんですよ。まだドラムやってたよってね、夜遅くまで起きてドラムやってたよってことはですよ、その隣人はドラムがうっせえつってきたんだよ、その3時に。だから答えは C になるわけですよ。 Homer says not very considerate of his neighbors. Considerate っていうのは kind の意味ですから、だから優しくないネイバーたちにっていう、これは難しかったでしょ。でも ABDE も明らかにおかしいじゃないですか。これ矛盾してるから切れると思うんだよ。でも C は書いてないから、なんでってなるわけですね。どうしてこのトーマスが親切じゃないってわかんの。だってトーマスは3時にドラム演奏してるんですよ。ここはすごく悩んだ人が多いかなと思った。で、最後ですね、作文のトピックです。これは書けるようにしとけっつったから、多分レギュラーの授業でもやったでしょ。総大の講習でも喋ったと思うし、英作文の授業でも喋りましたね。これは書けるようにしておけと。スマートフォンズはちゃんといいのか悪いのかっていうのは書けるようにしておきなさい。なんですか、今回早稲田をまたいでいっぱい出てきましたね。教育だったり法学部だったりですね、スマホ系が本当によく出た。子供に対してそうスマホっていうのと、あと学校でスマホを使うのはどうかとかっていう話しましたね。
これは非常に出やすいと。OK だっていう側はスマホでいろんなことが調べられるとか、辞書の代わりにできるとか、今まで図書館行ったりとか図書室行ったりして調べなきゃいけなかったことが簡単にできるとかっていうのと、で、HARM の方は集中できなくなるとかってやつですね。勉強に集中できないよとかっていうので、その学校系のでやりやすい。で、アイデアが浮かばなかったら目に悪いとか、そういうのでいけっていうふうに言いましたね。だからできててほしいって感じかな。ということで、難しい問題はちょこちょこ入ってました。ただ、英語ができる人であれば、きちんと解けるような問題になってたので、決して簡単ではないけれども、できる人が報われる。できる人が報われるって、大体、教育分文化構想って言ってたんですけど、早稲田は。今回は、整形かな。整形こそ、きちんとできる人が報われた、じゃないかな、英語は、と思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.